ソフトバンクが西武から国内 FA 権の行使を表明した山川穂高内野手31の獲得に動くことが14日分かった3度の本塁打王など通算218本塁打を誇る右の大砲は補強ポイントに合致し今オフの FA 市場の目玉的存在推定4年総額20億円プラス出来高払いの好条件で誠意を示す見込みだ 今季は自身の不祥事で出場17試合に終わったが、破壊力10分の打撃は得点力アップを期待できると判断、交渉解禁となる16日以降にアタックを仕掛ける、ソフトバンクが意中の大砲を仕留める、FA 権の行使表明期限の最終日だった14日、夕告、山川が申請書類を提出した。 本類打を3回と打点を1回を誇る右の大砲は今オフの FA 市場の目玉だソフトバンクは交渉が解禁される16日以降獲得に向けて動き始める山川は3月の WBC で世界一メンバーになったが5月に強制性交容疑で書類送検され8月末に権威不十分で不起訴処分になった西部球団は9月に入り 公式戦出場停止処分を通達非公式戦の宮崎でのフェニックスリーグには出場したが処分は解除されないままこの日の FA 宣言を迎えたそれでもソフトバンクは総合的に勘案し獲得に動くことを決めた山川は不祥事で出場17試合に終わったが今季のソフトバンクは野手の助っ人が軒並み不調に終わるなど 手薄な右の大砲は補強ポイント通算218本塁打の打力は伸びしろもあり新天地で新規一点再出発できるとの期待は大きく誠意を示す昨年は日本ハムから FA 宣言した近藤を5球団の大争奪戦の末7年総額約50億円の超大型契約で獲得した 山川にも推定4年総額20億円プラス出来高払いの好条件を提示すると見られる山川は1819年には西部の三足打線の4番としてリーグ2連覇に貢献それぞれ47本塁打124打点43本塁打120打点と圧倒的な成績を残した 最後に本塁打はくしくも22年10月1日のソフトバンク戦優勝マジック1で迎えた試合で延長11回にサヨナラツーランを打たれ V スすぐるにつながった再三苦しめられた敵の手法を獲得できれば大きな補強になる PayPay ペペドームにはホームランテラスがありさらなる本塁打の増加も見込める 弘樹監督、52はこの日、秋季キャンプ地の宮崎で、FA 選手を取る、取らないは球団の判断。僕は与えられた選手で勝つために最善を尽くす、と球団一人を強調。だが、三笠杉彦取締役 GM、49は、サポートしていきます、と戦力補強を約束しており、資金面を含めた支障はない。 山川は宣言残留を認めている西武を含めて争奪戦も予想されるが同じく FA 宣言したオリックス山崎福と広島西川の獲得も検討中で全面支援する FA 宣言選手は15日に公示され山川穂高の名前も入る V 奪回を目指すソフトバンクが今年も大型補強に動く 私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。どんどんんソフトバンクが魅力なないいチームになっていく感じですね。育成制度で甲や千賀など若くて魅力ある選手がどんどん出てきて巨人に8連勝した時はしばらくソフトバンクの時代だと思いましたがもちろん FA 補強がダメなわけではないですが巨人もそれで失敗したのを見てるはずなのに。 こういう時こそ原点回帰で地道に自前選手の育成がファンは喜ぶと思いますが山川のソフトバンク移籍はもはや規定路線であるものの山川が存分に働ける雰囲気がソフトバンクにあるかっていう点は考えておく必要がある彼をしっかり受け入れて働ける雰囲気作りは必要しかし少なくとも新任の小久保監督には2が重いに違いなくまた 福岡のファンも相当厳しい視線で山川を見ているだろうことは容易に想像がつくまた普段の不祥事がなくとも最近4年は常に左右両脚の故障に泣かされてきたため体調不良や故障再発のリスクもある山川の移籍は違う意味でソフトバンクにとってはリスキーな選択とも言える ソフトバンクは現場と上層部の意思の連携が取れていない気がする4軍まで儲けて施設も充実している中で下から1軍に上がってもすぐ2軍へ戻したり若手を我慢してでも使い続け本当の意味での育成しないと毎年大金はたいて補強するという悪循環が続くのは目に見えているファンあってのプロ野球という原点を忘れないでほしい